ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回は中央通り沿いにありますこちらのお店、宮崎鶏羽屋をご紹介します。大人な雰囲気あふれる落ち着いた店内、調理場を囲む大きなカウンター席、そして店の奥には掘りごたつのお座敷が、人数問わず様々なシーンで利用できるお店です。今回ご紹介くださるのは中竹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは宮崎鶏というだけあって、やはり鶏にはこだわりがあるんですか？はい、こだわりの方が宮崎の地鶏粉日南鶏を使ったお料理を、お刺身、揚げ物、炭火焼きでご提供させていただいております。ではそんな中でもおすすめメニューご紹介ください。はい、おすすめメニューがこちらの月見つくねでございます。こちらの方が厳選した鶏ミンチ、椎茸、玉ねぎ、白ネギを練り上げて備長炭の方で焼き上げております。味付けは米味噌だけになります。どんな味なのか楽しみです。おいしい。とってもふわふわしていて、でこのタレがまたいいですね。こちらが継ぎ足しのタレになっております。つくねの方をつけて焼いたりしておりますので、鶏の旨味などが凝縮されております。これ以外にも何か味があるんですか？こちらの方が塩つくねになります。合わせ塩を振って焼いております。いろんな味わいが楽しめるのがまた嬉しいですね。宮崎鶏羽屋のこびきブルーに合う一品は何でしょう？はい、こちらの地鶏粉手羽先のたたきです。これはまたも美しいメニューですね。はい、朝締めの地鶏粉の手羽先を骨を抜いてたたきにしております。こちらがポン酢もしくはわさび塩でお召し上がりください。ではいただきます。おいしい。この食感がこうキュッと身が引き締まっていて、コリコリという食感にも近いような弾力ですね。はい、手羽先って叩きでいただけるんですね。はい、朝締めの地鶏粉なので生でも食べれるものになりますので、うん、手羽先の叩きがこんなに美味しいなんて知らなかったです。ではではここでこびきブルーのロックをいただきます。美味しいですね。はい、すっきりとしたこびきブルーがこちらの地鶏粉手羽先の叩きの旨味を引き立ててくれます。一度ぜひ組み合わせてみてください。今回ご紹介した宮崎鶏羽屋のこだわりが詰まった新鮮な鶏料理の数々、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは中竹さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。宮崎鶏羽屋で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は中央通り沿い黄昏ビル1階、こちらののれんが目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。